はようございます。ルビー JP です。北海道駒ヶ岳の登山口に来ています。今朝の9時6分です。駐車場はこんな感じですけど、車2台しかありません。ここ駒ヶ岳は標高は1300メートルぐらいあるんですけれども、活火山なので山頂までは行けません。6号目の駐車場が登山口になっており、9号目の馬乗せというところまで登れるということです。登山届をしっかり書きます。投票します。はい、2人分名前書いたね。もちろん。はい、それでは登り始めます。歩き始めて10分ぐらいですけれど、もうずっとまっすぐ急登が続いてます。ここはなんか自衛隊が作った道だそうで、そこがそのまま登山道になったみたいです。小石がある砂場みたいな道をただひたすらまっすぐ登っていく感じで、結構急登なので息は上がります。砂なんでなんか結構ずりずりと落ちそうな感じです。ただいま9時半で8号目到着です。また別な登山口があるんですね。銚子口登山口、8号目は通り過ぎたので、あと馬乗せまで1キロぐらいかな。馬乗せって書いてます。あとどれぐらい？山頂まで 1000m って書いてあったから、もうちょっとですね。岩木山より全然楽。あれ？そうね、岩場がないからね。でもこの穴が穴がちょっと怖いね。下向いて歩かないと危ないね。この穴に入りたい。どうぞお入りください。じゃあこうやって危ない危ない。どうぞそのまま。9号目に到着しました。山頂まで 500m って書いてあるんですけど、確か9号目までしか登れなかった気がするんですけど、なんか馬乗せっていう標識印も看板もないですし、このまま行けちゃったりするのかな。ちょっと行ってみますか。結構急登でしたね。勾配が結構きつくなってきました。それにしても天気は一向に良くならないですね。本当はもう目の前に あの辺かな、駒ヶ岳のとんがりコーンの頂上が見えるはずなんですけれど、山頂まで 200m です。あ、ちょっとです。いやいやいや、眺望もへったくりもないですね。もういよいよ真っ白です。まだ気温がそんなに低くないので気持ちいいですね。あ、着きました着きました。はい、
真っ白結晶。なんかカラスとこの真っ白な世界、切ない気持ちになりますね。馬の背に着きました。ここは一応何メートルあるのかな、多分標高一応私の時計だと857メートルってなってますけれども、はい、看板こんな風になってます。一般の方は危険につきご遠慮願います。ここからよくわかんない。剣ヶ峰はが本当のとんがりコーンの山頂になりますね。だいぶ前からこの山頂には行けなくなりました。亀裂付近に近寄らないでくださいってな看板もあります。とりあえず山頂なのでどら焼き食べます。いただきます。うん、気持ちいい。賞味期限切れてます。馬の背後にして15分ぐらい降りてきました。結構今日はストックを持っていないので急斜面を滑らないように降りていくのが結構辛いです。何度もズルズルと滑りましたが、眼下に見えるのは大沼国立公園の大沼です。さっきまで曇って何も見えませんでしたが、下界は晴れてますね。すごい綺麗に大沼の全貌が見えてます。ただいま11時16分駐車場に戻ってきました。だいたい往復2時間ぐらいの登山になりました。やっぱり天気は回復せず、相変わらず本当後ろに見えるはずの駒ヶ岳は全然見えません。気温もずっと20度ぐらいで、登っている時はちょうど良かったです。山頂ではやっぱり風が強くて、もう霧の中だったので若干寒かったのであんまり長居できなかったんですけれども、降りてきたらやっぱり暑いですね。この山は函館からだいたい車で1時間弱ぐらいで来れるので、函館に来た際は、まあ、大沼国立公園に国定公園にちょっと寄って駒ヶ岳に登ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。それでは今日はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。